ザウアークラウトとジャガイモを添えたメットブルストパンに塗った非加熱のメットブルストメットブルストは漬け込んだり燻製したりして保存処理を施した生の豚ひき肉メットから作る風味の強いドイツのソーセージであるこれによく似たテーブルストという柔らかいソーセージもあり素材に茶が含まれないにもかかわらずテーブルストと呼ばれる由来については諸説あるブラウンシュバイク風のメットブルストは やや燻製を施してあるが、それでも柔らかくて、スプレッドとして塗ることができる。一方、北、ドイツで食べられている、他の類似するソーセージとしては、ホルシュタイン風のものがあり、長期間燻製するため、より硬くて、サラミに近い。定置ドイツ語で、アイムエットという言葉は、脂身なしの肉あるいは、豚ひき肉という意味であり、小作戦語で、食物を意味するアイムエジ、から来ていて、 英語のアイムイートとも関連する。メットブルストは煮たり、焼いたり、玉ねぎを添えて、生のママライ麦パンにつけたりして食べられる。南オーストラリアに多数ドイツ経営移民が住んでいるため、メットブルストはとてもよく見かけるもので、北、ドイツ風のやり方で作られる。学校給食やパーティーの軽食によく用いられる。南オーストラリアでよく知られているブランドは、マラース、ブッチ。 S スモアルグッドス、リンケ、S、スタイニー、S、カルズック、ウィントゥーリック、バロッサファインフーズなどである。アメリカ合衆国では、メットブルストはしばしば、新種なきと結びつけられ、名物料理と考えられている。アイオワ州ミネオラの町はほぼ、シュレースビヒホルシュタイン州からの移民によって建てられたが、低地ドイツ語の方言でミトベスと呼ばれる。 ショーニング風の霊訓性メットブルストが毎年伝統的な食事として提供される。高品質で新鮮な材料を用いることは極めて重要であり、そうでないと微生物や毒素が発達しうる。1995年1月に23人の子供が重症になり、1人が死亡したが、検視官によると、これは南オーストラリアのアデレードにある。 ガリバルディスモーアルグッドスタイリミテッド製造のニンニク入りメットブルスト1995年1月20日に食べたためであることが分かった。フィンランドのメートブルスティはオランダのメトボルストやサラミに似ている。乾いていて硬く強い風味で密度の濃いものでコールドカットとしてパンに乗せて食べる。ありがとうございます。